お疲れ様です。悪いな。ちょっと急に来てもらって。何してるんですか、中村さん。今日ちょっと今から、はい。M&A があって、はい。みんなにも話しちゃったんだけど、はい。喧嘩バトルロワイヤルの買い取りがある。はい。だから今から、ちょっと都内のある、とある某所に、はい。ちょっと今から一緒に行ってほしくて呼び出したんだよ。はい。いいか。わかりました。はい。で、これお金下ろしてきたんだけどさ、はい。これ、ほら。嘘だな、ほら。実物だよ、ほら。はい。こうやってね、印つけて、はい、こうやってね、はい、本物全部本物でまとまってるから、ハンコついてあるでしょ、はい、そう、これ下ろしてきたから、はい、な、大事に、お前これ持って運ぶんだぞ、お前、はい、盗まれたら、お前、はい、責任取れる、はい、いや、取れないです、取れないか、取れない、取ってもらうぞ、お前、はい、ちゃんと頼むぞ、お前、はい、SP になってもらって、はい、な、で、今、下ろし行ったらさ、はい、この感じで行ったらさ、疑われまくっちゃって、最初、銀行強盗かと思われちゃってさ、はい、やべえなと思って。はい、そうか、そういう感じだから皆さんもお金大金下ろすときはなるべくシャツを着たり、はい、なるべく紳士的な格好で行くのをお勧めします。はい、はい、で、あとさ、その下ろすのにもさ、やたら理由聞かれて、はい、何に使うんですか、はい、何のご用命でなんて、はい、ずっと質問されて30分ぐらいかかって下ろす、はい、だからその間にちょっと呼んでたんだけどさ、はい、だからでも今からちょっと付き合ってもらうけど、はい、またじゃあ行く途中もちょっと話したりするからさ、はい、ちょっと今まだ暑いしさ、なんかこんなつっかけみたいな人でさ、はい、ね、中村つっかけでこうやって金持ってさ、はい、なんか嫌な感じに思われちゃまずいから、早めに車に乗ってちょっと今から出発するけど、わかりました。それはちょっとこの後1日付き合ってもらうからな。わかりました。頼む。了解です。くれぐれも取られたらお前のせいだからな。お前の給料から引かせてもらうぞ。OK、 じゃあ行こうか。わかりました。はい、改めまして、中村 TV の中村です。車に、ね、乗って今早速高速を走って、とある都内某所へ今向かってるところなんですけど、付き人にねついてきてもらって、これから喧嘩バトルロワイヤルの買収というかね、買取の契約を交わすのと、お金の支払いですね、それを取り行いに向かっているところです。はい、振り込みでもいいんじゃないかなって思ったんだけど、やっぱりそのね、本当に渡してるっていうことをちゃんと見せた方がより分かりやすいのかなってことで、一応そういう形を取ろうっていうことで現金にしてということで、先ほど銀行に寄ってたんですけど、結構下ろすの意外と自分のお金なんだけど大変だね。そういうことをしながら作業、ね、お金を下ろしてきたわけなんですけど、まあ、時間はそんなに今日かかんないんだけど、ちょっとね別の仕事もちょっとあって、それも行く予定でいて、まあね、その辺も加味して、ちょっと早めに出発してるんですけど、まあ、この後その、ね、取引の様子だとかそういうのも一応撮る予定でいるんで、その時はまたね、ちょっと着替えさせてもらって撮らせてもらうので、この辺も一応ぜひ楽しみにしててください。まあ、でもまだ道のりちょっと長いんでね、いつも定点でさ、お家で部屋で撮ってるのがほとんどだから、たまに車で撮る中村ってのもいいと思うんで、ちょっと違う話題についてもちょっと触れてみようと思いますので、それもぜひちょっと楽しみにしてください。はい、じゃあそれでは。おう、そう、いたか。はい、今無事にね到着しました。先ほどのね、ここだけだよ、1000万買って持ってきました。これからちゃんと買い取りしますから、これで今日本日をもって喧嘩バトルロワイヤルは中村の喧嘩バトルロワイヤルに変わります。だからね、皆さんも楽しみにしてください。それではね、早速取引の方行ってくるんで、あれだよ、違法なことじゃないからね、大丈夫、ちゃんとした M&A なんで、ぜひその辺もお送りしますのでお楽しみください。それでは行ってきます。こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。シーズン1ありがとうございました。お疲れ様でした。早速、はい、すごい戦いぶりで、はい、結果がね、はい、強いと思うんで。いい試合ありがとうございました。はい、じゃあ、こちらカメラあるけど大丈夫？あ、大丈夫です。あ、じゃあ、はい、早速撮らせてください。よろしくお願いします。はい、失礼します。こちらどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。シーズン1お疲れ様でした。うん、いや、疲れた。いや、すごい試合が続いていて、かなり、体力も。そうだね。鉄パイプどうでした？いやー、でも、やっぱり危険だって声もあったけど、やっぱりでもそこに、その喧嘩バトルロワイヤルならではのその雰囲気が出てたから、シーズン2もね、
こんな感じでいきたいなって思ってますよ。はい。はい、一応早速なんですけど、うん、今回買い取るっていう感じでお話、ね、はい、僕も聞いてまして、はい、非常にありがたいお話だなと思いまして、うん、ただまあその、うん、買い取るにあたってなんですけど、うん、ちょっとその喧嘩バトルロワイヤルに対しての、うん、そのお気持ちだとかその中村さんの考えだとかっていうのをちょっと僕の方でも一応お渡しするので、そうだね、その前にちょっと聞いておきたいなと思いまして、そうですね、やっぱその中村の喧嘩バトルロワイヤルになるっていうその経緯の中で、やっぱりそのなんだろうな、もともとそのこの可能性、喧嘩バトルロワイヤルの可能性に僕はこの出資というか投資したいっていう考えがあったから、蓋を開けちゃえば値段は何でもいいよって思ってた部分もあったんだけど、まあ一応ね決めた金額が決まったんでそれで買うんですけど、やっぱりその可能性が中村がしかもそこに入っていくことで2倍3倍になるレベルじゃなくて10倍100倍となってね、でまたましてやその全国にいるクズどもに夢を与えられるっていう可能性を感じたから、そしたらまあ1000万なんてまあ正直安いかなと思ってます。ありがとうございます。はい、買い取りなんですけど、うん、まあ、僕ちょっとまあ正直無理な値段を言ったつもりだったんですよね、うん、はいはい、ただもう即答で OK ということ で、 そうです、ね、はい、びっくりしちゃって、はい、でもっと無理なことを言おうと思って、うん、そうですね、現金一括で、うん、あ、そうそう、って言って、まあ、その場でもう持ってきてくださいという、そうですね、はい、言ったんですよ。あ、もうだから今日早速下ろすとこから証拠の写真映像も撮ってきたし、はい、だからまずそうですね、振り込みでもよかったんだけど、やっぱりそっちの方がねリアリティというか分かってもらいやすかったんで、僕もそれの方に大賛成ですよ。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと早速、そうですね、早速まずお金の確認してもいいですか。そうですね、はい、じゃあこの1000万の方ねお確認いただいて、はい、確認させていただきます、はい、はい、ちょうど、はい、そうですね、はい、ちゃんと1 枚抜いたりしてないから大丈夫ですね、ご安心ください。結構汗すごいですけど、うん、そうそう、やばいんだよね。大丈夫ですか。そう、さ、空調効いてるんだけどさ、なんかこんな大金持ってきたからやっぱあれなのかな、ちょっと自分はドキドキしちゃってる部分が、うん、大したオチもなくて申し訳ないんだけど、はい、でもほら結構真面目な金と真面目なことやりに来てるから、はい、ちょっとこれ後で、ね、数えてしっかり、あ、そうそうそう、はい、まあ、信用でそこは減らしていただいてます、はい、お願いします、はい、はい、お願いします、はい、じゃあちょっと契約書だけ、あ、そうです、サインの方ね目の前にあるんで、はい、了解です、そこだけお願いします、はい、はい、じゃあしっかりサインいただいて、はい、ハンコは後で押します、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあシーズン2中村さん主役ということで、そうですね、利根川であり兵道でありっていうね、はい、いよいよ本気のシーズン2からねバトルロワイヤル盛り上げてきますんで楽しみにしててください、よろしくお願いします、はい、まあ僕らも使っていただいて、そうですね、もちろん兵隊は大勢いた方がいいんでね、はい、ちょっと規模がどんどん大きくなるから、さらにそのね下で、中村の下でしもべのように働いてみたいってやつがいるなら、ぜひこの機会に概要欄の方の応募にしてもらえれば中村採用しますんで、ぜひ中村の子分になりたいってやつらはどうぞご用命ください。それでは無事に喧嘩バトルロワイヤルを買い取る作業と、その他にもちょっとね撮影を何個かね一通りこなして今帰り道に向かっているところです。お疲れさん、お疲れ様です。ただいまの時間がもう少しで夜中の3時を迎えようとしているところです。帰ってこのまま休んで、また明日はもう喧嘩バトルロワイヤルの準決勝の試合に向かう予定になってます。結構ハードだけど中村頑張ります。喧嘩バトルロワイヤルを M&A ね買い取るっていう動画も今日先ほど撮ったんだけど、まあ、その場面でもねなんで買い取るのかななんて話もちょっと議題にも出たんだけど、まあ、本当のところの話をちょっとねもう帰り道ね実際しようと思います。ね、1000万なんてねお金を出してねちらつかしてね、別になんかちょっとね生々しい感じでいやらしい感じに見られちゃう場面もあるかもしれないけど、まあ実際ねそのまあね出資というか買い取るっていうことを決意した理由っていうのが僕にあって、まあさっきちょっとねコメディ的な感じで撮った部分もあるから、その時はねこの番組の将来性がなんていうざっくりした言い方をちょっとしてたんだけど、本当のところを言うと運営してる方たち惹かれて惚れ込んでね、この人たちのやろうとしていることに僕も賛同して、もっと上を目指すのに一緒にチームとしてやろうじゃないかっていう意味が一番込められていて、これが一番の理由なんですよ実は。まあ、前にもこんな話をちょっと触れたこともあるかもしれないけど、まあね、また何度 もうこの話題出すのもちょっとあれなんだけど、ブレイキングダウンの話が、まあ、実際こう、ね、試合がなくなってしまう
しい、でぜひ出てほしいって言ってくれて、まあ、それでこう始まったこの大会への参加だったんだけど、まあ、今ねあれやこれやってやりながらもう準決勝決勝というところまで来て、その間にもさ、まあ、その運営者の方たちもね僕を兄貴のように慕ってくれて、本当にね中村さんなんて言って慕ってきてくれて、すごくいい環境とみんなの人柄の中で今チームとしていろんなことをやらせてもらっていて、なおかつそこに戦ってく相手、最初からワンちゃんだとか、まあ、武藤さんだとか、まあね、BB だよね、あとその逆サイドから上がってきた佐藤さんや悟ね、悟くんなんかもみんな本当に慕ってくれて、僕のことをね、こんな45のおっちゃんをさ慕ってくれてさ、兄貴兄貴ボスなんて言ってくれてさ、そういうのはやっぱ僕も嬉しくて、でなんかそんな中でこういう、まあ、僕の本当子供ぐらいの年代の人たちが多いから、その若者たちのこれから先のそれに何か夢とか、有名になりたいとか、お金を稼ぎたいとか、そういう夢に何かちょっと光を当ててあげられることってなんだろうなって考えた時に、まあ、そのお金の部分であったり、まあ、今ちょうどねちょっと話題に ならしてもらってるこの中村がなんか少しやれることはあるんじゃないかなっていう意味で、この喧嘩バトルロワイヤルを形としてちょっと生々しくてね、お金で買い取ってまるで乗っ取ったみたいな話のストーリーにはちょっとなっちゃってるんだけど、実はだけど実はそんで乗っ取ろうとかも思ってないし、またねふさわしき人間が現れたらまたその人たちにその場座というかをさどんどん譲っていけばいいなってちょっと思ってて、で今できることが少し俺にもありそうだったから、まあこの場を借りてというか、まあ喧嘩バトルロワイヤルを買い取りましたっていう、まあ、この一つの作品が出来上がってるっていう感じなんですよね。だからこの番組ね、シーズン2から本当にオーディション形式だとかもなるし、まあ、中村もね予告編なんかを見てもらえば分かるけどバッチリトネガやってますんで、兵頭もねその辺でもどういう風になっていくかって予測もつくだろうし、話題性もあるだろうし、まあその辺ぜひ楽しみにしていただけたらなって思ってます。これが本当のストーリーですよ、実際のその裏舞台というかさ、本当の気持ちですよ。もう一応まあこんな帰り道のちょっと夜中の3時でテンションもあんまり2人とも上がってないんで、もう疲れちゃってちょっとヘロヘロなんだけど、まあねその辺を少し話してね、今日はこれで終わろうかなと思ってます。疲れました、もう眠いですけど。あとね帰り道、あのいつもねとある某サービスエリアで2人でスタ丼を食べるのが毎回の日課で、それは結構うめえよな、こんな夜中に食ってんのにさ、なかなかうまいんですよ。また皆さんよろしかったら食べてみてください、まあ、というわけで中村ちょっともう眠くなってきたんで、あとちょっとあるから少し帰り道寝ようと思います。じゃあ今日はこの辺で、本当にお疲れ様でした。それじゃあまた。